はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックでございます。今日はですね、ちょっと実は日本から離れまして、じゃじゃじゃん、香港ディズニーランドにやってきました。イエッ、いやー、来ちゃいましたよ香港に。で、今日はですね、2023年11月20日にオープン予定のワールドオブフローズンというですね、アナと雪の女王の新エリアをね、ご紹介していきたいと思います。実はね、まだオープンしておりません。だけどもね、ジョマジさんちょっとプレビューにね、参加できるということで、特別にですね、一足お先にアナ雪のね、エリアに行かせていただきます。いや、めちゃくちゃ楽しみですね。レストランとか、あとはね、新しいアトラクションもありますからね、今日はそれに乗れたらいいなと思っております。アナ雪のエリアは、このキャッスルのですね、本当真後ろですね、真後ろに行くとあります。で、今日はね、本当プレビューということで11時オープンらしいんですけれども、まだ開いてませんのでね、ここに木の柵がかかってます。2023年11月20日に本来はオープン予定なんですが、今日はね、一足お先に入っちゃいます。正式開放って書いてありますね。あと20分、楽しみだ。それでは早速ですね、アナ雪エリアに入ってみたいと思います。今日はですね、これとあとはこのリストバンドをつけてる方しか中入れません。今10時45分です。とりあえずここまでは中先に入れるみたいです。ワールドオブフローザン、いいね。あ、 BGM がいいね。はい、オープンしました。そのままね、まずはアトラク行きましょう。アトラク、はい、今日一番のね、メインです。フローズンエバーアフター。どうやらアトラクはまだやってないみたいですね。はい、なのでちょっとこの辺を軽く探索したいと思います。アレンデールの街並みが広がってます。わあ、すげえ、素晴らしいね、映画の世界ですよ。はい、ではもう一回ね、ちょっと入り口の方に戻りまして、この辺の建物のあたりからね、いろいろ探索していこうかなと思うんですが、まずエリアの中に入ってですね、すぐに噴水がございますね。これはエルサが凍らせた氷でできている噴水ですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。で、全体的に見るとこんな感じです。で、噴水のお隣ですね、ノーザンデライツというお菓子屋さんがございますね。お菓子屋さんもちょっと見てみましょうか。こんな建物です。すごい、中に入ると甘い香りがします。お菓子がいっぱいありますね。これはお土産に買って帰らないと。うわぁ。すごい美味しそうだな、しかも。ゴディバだ。ここでね、いろいろ作ってるみたいですよ。これはリンゴ飴みたいですか。すごい綺麗だね。アナ雪もグッズこんなにあるんですね。で、ケーキとか持ってます。はい、で、ここがお菓子屋さんですね。で、このお菓子屋さんのお隣にね、トイレがありました。で、トイレのお隣がですね、またちょっと違う建物になってるんですけど、ここがレストランのようですね。こちらがレストランですね。ゴールデンクロカスインという場所になります。ちょっとメニュー見てみましょうか。ちょっと反射して見にくいかもしれませんが、メニューはこんな感じです。レストランの中はこんな感じですね。いっぱい絵が飾ってあって、すごいいいね。これはテンション上がるわ。で、ここにですね、ノースマウンテンがあります。ちゃんとエルサの城もありますね。で、ここに時計台がありますが、この時計台は1時間に1回鳴るようです。さっき鳴ってました。で、フローズン
エバーアフターというアトラクションがありまして、その隣ですね、隣がここがショップになるみたいです。 TikTok トリズコレクショブルズという場所ですね。ここがショップの中です。あの駅のグッズがたくさんありますね。これ欲しくなるね。ここオリジナルですね。おそらくですが、ここがアトラクの出口ですよね。アトラク乗った後にここのショップに着くって感じだと思います。再び入り口の方まで戻ってきましたが、こちらですね、右の方に進んでいきますと、まあ、いわゆるジェットコースターですね、スライディングスレイズというアトラクションがあります。で、向こう側にはアレンデール城が見えますが、あそこには入れないみたいです。いやー、めちゃくちゃ雰囲気いいですね。ほんとここら辺なんてもうまさに映画の世界ですよね。アナとハンスが出会うようなところじゃないですか。この辺は再現されてますね。このスライディングスレイズというアトラクションの隣に橋があるんですけども、この橋からがね、とってもよくアレンデール城撮れるらしいです。ぜひね、ここに来て撮ってみてください。ここにはワゴンがありますね。で、ここがシアターですかね。ワゴンのお隣にはアイスクリームとドリンクが売っているワゴンもあります。一番奥がプレイハウスインザウッズという、ここがシアターですね。ちょっとしたミュージカル系のシアターがあります。プレイハウスインザウッズのお隣にまたトイレがあって、でここから先はもう出口になってしまうという感じですね。でとりあえず一周回ってみました。でこのね、シアターの前ですね、もうずっとね、上ばっか見てるんでなかなか気づかないと思うんですけれども、床もね、皆さん見てみてくださいね。おそらくスベンとクリストフの足跡があります。向こうに進んでますね。これ以上は入れないんですけど、向こうに行ったらしい。このエリアに来て今45分ぐらい経ったんですけれども、まだねアトラクが開かないですね。でもね、今キャストに聞いたらこっそりとね、12時ぐらいに開けますって教えてくれました。なのであとおそらく15分ぐらいで開くんじゃないかなと思われますので、ちょっとこの辺でね待機したいと思います。アナと王権、来ました。やっとオープンです。12時15分ぐらいですね。いやでもね、待ってたんでほぼ最善です。你哋去嗰度爱沙嘅冰雪王宫，我都去。
Very much like today, Anna saved her sister with an unselfish act of true love. Before. フローズンエバーアフターでした。いや乗れてよかった。でもね結構落ちます。びっくりしました。やはりライドの最後はショップに着くみたいです。いやいいっすね。でちなみにねもう一回行ってきます。なんと15分待ちですよ。これは行かなければ15分どころか、もうすぐ乗り場そこです。5分待ちぐらいですね。もう着いちゃいました、乗り場に。でなんと5分待ちなので、もう一回行ってきちゃおうかな。5分待ちじゃもう行くしかないよね。3連チャンです。で今回もノンストップです。もうすぐそこが乗り場。いいな。はい、ということで、3回ですね、フローズンエバーアフター乗ることができました。やったー。しかもね全部5分待ち、最高すぎるね。そしたら今度はですねあと40分後ぐらいにシアターのですね、入場整理券持ってますので、あともう少しブラブラしたらですねシアターの方に向かっていきたいと思います。ちょうどですねシアターに向かおうかなと思ってた時に3人のですねトリオのなんか演奏楽器の方々が出てきたので見ました。めちゃくちゃ良かったです。ちょっとねシアター前にお腹空きましたのでこちらのケーキ食べたいと思います。お菓子屋さんに売ってたやつですね。めっちゃ可愛い。食べるのがもったいないね。105ドルです。ん？クリームチーズだ。うまい。それではケーキ食べてお腹いっぱいになりましたので、お次にシアターに行きたいと思います。ということで本日はですね2023年11月20日にオープン予定の花雪エリアをご紹介させていただきました。あもうめちゃくちゃねすごかったですよ。ジョムジさんなんと4時間いました。この中にもう本当ね映画の世界に入り込んだようなねめちゃくちゃ素晴らしいエリアなんで、もしね香港来たら皆さんもね行ってみてください。アトラクションもめっちゃ乗れてよかったです。3回乗れましたね。はい、ということで今日はこれで終わりにしましょう。もしこの動画参考になったなと思いましたらいいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョモジでした。ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白い、参考になったなと思いましたらいいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。さらに特別な生放送が見たい方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それでは次の映像でお会いしましょう。ジョモジでした。バイバイ。